ビアチェスラフ・エフゲーニエビチダイエフは、現ロシア・トゥーラ州、トゥーラ出身の元サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションは DF。1972年、現ロシアのトゥーラ州の州都トゥーラで生まれ、ズナーミア・トゥーラでキャリアを始めた。長らく会、または、中堅クラブに所属して、1999年に、FC トルペド・モスクワへ移籍を果たす。 トルペド在籍中の3シーズンでは10位台で推移していたクラブを4位、3位、4位という順位に引き上げ、好成績を残す。このことがきっかけとなりロシア代表に招集された。2003年に FC 新肉ヤロスラブリに移籍をして、2004年に同クラブで現役引退をした。2001年9月1日、2002フィファワールドカップヨーロッパ予選のスロベニア戦で、 ロシア代表デビューをした。スタメンで出場したダイエフであったが、後半90分、相手の CK の時に手で妨害したとして、反則を取られ、スロベニアに PK が与えられた。その PK で勝ち越しゴールを決められそのまま試合は終了したが、この審判の判断は、ロシア国内で物議をかもすことになった。2 0 0 2フィ f ファワールドカップでは、 ロシア代表として選出されたが怪我により出場することはなく帰国。2002年8月27日、スウェーデン代表との試合がロシア代表での最後の試合となった。ロシア代表では8試合に出場をした。2007年、FC トルペドモスクワで監督をしていたゲオルギー・ヤルツェフが解任されたために、暫定監督として、指揮を取り指導者の道を歩む。 2008から2009では正式に監督として就任をした。ありがとうございます。